としきです。ゆうちろです。JB です。お願いします。はい、はい、今日はね、留学についてってことで。はい。まあ、ちょっと真面目な感じになるかもしれないですけど、自分たちの経験から、まあ、話せることは話していこうという、シェアしていこうっていうスタイルでやっていくんで、よかったら見てください。はい。留学した人ももしかしたらこう、ああ、そんなこともあったな、みたいな。うんうんうん、まあそんな感じで見てもらえればいいかなって思います。いじゃあまず、僕たちは留学は大学留学だね。最初ね。うん、そう。大学の、まあ、プログラムみたいなやつで、うん、申し込んだ人はみんな行けるみたいな。お金払えば。そう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 。行けるって感じだったんで、大学1年の終わり、うん、まだ19、20歳ぐらい。それぐらいの時に行って、で、もう日本人のクラスで、まあちょっとレベル分けはあったんですけど、まあどのクラスも日本人で海外の先生がいてっていう同じ環境でやってて、まあその大学によってはそういう日本人のクラスじゃなくて、まあね、多分本当にその、うん、本当に他のアメリカの大学にこう入っていくシステムだと、もうちょっとまた話は変わってくるとは思うんですけど、とりあえず ねそう、自分たちのはそういうシステムだったんで、一応それでの、まあ、なんて言うんだろうな、良かった点、悪かった点みたいなことをとりあえずまずシェアして、で、次に自分はそれが終わって、で、大学も卒業した後に、ニューヨークに語学留学に、まあ1年ぐらい行ったんですけど、まあそこのことについても、まあ、シェアできればなと思ってるんで、最後まで見てください。はい、お願いします。じゃあまず良かった点ということで、ゆういちろうは何か良かった点、うん、まあ準備が楽だよね。そうだね、うん、事前準備、事前準備、例えばビザを取ったりだったりとか、うん、F1 ビザだっけな、だっけ、うん、そうだね、確か、まあ、ビザとか、ビザ、まあだからその向こうの宿泊施設とか学校とか、そうだね、寮とか全部やってくれるし、食事もね、もうあれ、うん、前払いで、なんかある程度向こうで買えるし、うん、保険も勝手に入ってるし、飛行機も勝手に予約しちゃうし、そうそうそう、なんか説明受けてればもういざその日が来たら、そうだ、ね、旅立って、そうだ、ね、向こうで流れるようにバーって行ってって感じだった。もう本当にそのまま流されてれば、うん、とりあえず生活できちゃうっていう で、うん、で向こう行っても、まあ、日本人が一緒にいるから、そうね、っていうことで、他いいってこととしては、日本人の友達が、まあだ自分たちの場合はもともと知ってる人が結構多かったりはするんで、うん、まあ安心だよね、うん、一人孤独とかにはならない、そうそうそう、まあ海外旅行したことはあっても、やっぱりそこで留学っていうのはどっちもそこは初めてだったんで、うん、やっぱりいきなりね海外で暮らすってなると、そう、ね、まあそれがいいのか分かんないけど、まあね、確かに目的によって、ね、目的によってはそれは良くないかもしれない。そう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 、もう本当に新しいところに飛び込んで自分で何かもやって成長したいみたいな感じだと、ちょっとまあそこは不満に思うとこかもしれないんですけど、まあ多分中にはそういう人もいたね、俺らの大学でも。そうね、だから意識高い系であればもう本当に絡まないみたいな、うん、日本人と、日本人と絡まずに、うん、そういう人もいました、うん、自分はもう全然もう日本人とずっと一緒にいてただまあそれでもやっぱりその日本人の友達のアメリカ人の友達とかとも関われるようになるんで、うん、なんか日本人と絡むのが全部が全部悪いってわけではないけど、うん、まあ、楽しい留学生活をその思い出とか経験として送りたいんだれば全然、うん、もうそれが一番いいよね、うん、いいと思う。で別にね、自分の裁量でどんどん絡んでいけばいい話だから、そうそうそう、別にそれは全然いいと思います。あとはなんだろう、授業の面で言うと、うん、やっぱり日本人のクラスだから、うん、やっぱり先生もネイティブの人に話すよりかはゆっくりに喋ってくれるし、まあ、内容ももちろん簡単、うん、ネイティブに比べたら確実に簡単なものなんで、そこまで専門的なこともないですし、うん、自分たちの場合は歴史、アメリカンヒストリーとファンクション、うん、なんか日常生活と、うん、あとなんだっけ、キャリア、キャリア、キャリアなんかあとあれだよね、トーイックの
そうそうそう、TOEIC のもう本当にテスト対策みたいな、うん、留学行く前に TOEIC 受けて、で留学中に一回受けて、留学帰ってから一回受けなきゃいけなかったんですけど、まあそれのクラス、TOEIC の同点数を伸ばすかみたいな、うん、もう本当に日本でやってるようなのと全く一緒のを海外で受けるってだけなんですけど、他の授業は結構面白かったよね。うん、ファンクションは、うん、役に立った、うん、あれは。なんかもう本当に日常生活でどういうのが使える英会話なのかみたいな。用語とか、空港での。そう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 。で、スラングだったりとかね。そう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 。スラングは結構面白いと思います。で、こっちのヤバいとか、そう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 。そんなに若者が使うだろう。うん。そういう感じの授業だったから。うん。だから、それは結構、まあ、授業の先生にもよるとは思うんですけど、うん、比較的やっぱそういうのは楽しく学べるかなって思います。単位も取れるよね。あ、そうそう。大学によっては多分。俺らはね、向こうで、そう、そのまんま、そう、前期の単位取れたとか。うん、そうだね。だ、中には多分休校し、休学休学して留学行かなきゃいけないところもあれば、多分そのまま単位も取れて留学できるみたいな。うん、そっちの方が多分。うん、だ、休学しちゃうとやっぱりね、うん、ちゃんと4年で卒業できなかったりとか、まあ別に、それはそれでありだとは思うんですけど、うん、本当に、日本にいる友達と、全く変わらない状況で単位は取れていくんで、うん、そこはメリットかな。あとはアメリカ人の友達がまあできる、まあもちろん留学するからね、うん、っていうので、ただまあそれの理由としては、そういう日本人の、まあ、プログラム、大学のプログラムなんで、もう向こうでボランティアで参加してくれる、授業に来てくれたりとか、普段のその生活のまあなんていうんですか、ね、手助け、そうなんか。ちっちゃくグループ分けして指導係みたいな担当してくれると感じで、もう何でも聞いていいし、うん、もう面倒見てくれる、どっか遊び連れてくれたりとか、まあ、ただみんな日本語喋れない、うん、そうかなら頑張って行くしかないんですけど、そうだね、だそこで結構友達ができて、その友達紹介してもらったりとか、 その人の家に招待してもらってとか、自分たちはそこで共通のね、知り合いというか、まあそうそうそう、ボランティアの中で、うん、がいたんで、家に行って遊んでました。お世話になりました今でもたまにね、こっち来て、そう、日本帰ってきてからもね、うん、2、3回ぐらいはあったかなって感じ。やっぱそうやってアメリカ人の友達もできるっていうのは結構メリットかなと思いますね。あとはまあこれはおまけ程度なんですけど、ジムに通える日本、まあ日本の大学にも、俺らの大学にもあったけど、うん、みんな行かないじゃん、やっぱり。行ったことないね。ね、俺も行ったことない。こっちの大学のジム。そうそう。ただ、やっぱ向こうだと、まあ寮に住んでると、やっぱり同じ敷地で何でもできちゃうんで。うん、スケートもできたしね。そうそうそう。スケートもできたし。ジムも、バス、体育館みたいなとこもあったりとか、もうほんと何でもあったよね。ジムも広いし、綺麗だし。モチベーション上がるしね。そうそうそう。みんなムキムキで。女性も結構多いし。綺麗な人も多いし。そう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 。だからやっぱそういう環境にいることによって、そうやって。まあ健康的になる。結構スポーツはやったりとか、サッカーやしやったりとか。あと太らないように、なんか、そうね、いざアメリカ行くと太っちゃうんじゃないかみたいな、うん、結構。やっぱ結構太る人も多いと思うんですけど。うん、まあそれ気にして、うん、ジム行ったりとかね、うん、なんかむしろ健康的になれるみたいなのはあると思います、うん、でじゃあ次に悪かったところ、まあ悪かったところは別にないんだけど、強いて言うのであれば、まあデメリットというかで言うと、一つ目は日本食だよね、やっぱり、まあ、食べたいね。そうで、まあ自分たちが留学したのがその、まあ、田舎の方だったんですよ、シアトルの。だからっていうのは余計あるよね、うん、都会に行けばまあ別にちょっと外に出れば何でもあるアジアンスーパーがあって日本食レストランがあってって感じなんですけど、ただね、田舎すぎたね。なかったね、きつかった。バスで30分ぐらい行ってようやく日本食だもんね。そう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 。でアジアンスーパーも大して食材ないみたいな、ないし、もう日本のコンビニより少ない
ですね。俺の週末の楽しみだもんね。ね。日本食食うことが。ね。そうなんですよ。向こうに行くと、その日本食を食べに行くのが楽しみになる。楽しみになる。マジ、味噌汁飲み行くのが楽しみになる。そうそうそう。遊び行くっつったら、日本食を食べに行くみたいな。そう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 。もうメインが食生活になります。その遊びの。見つけた時のね、あそこにすき焼き屋さんあるらしいよ、ね、行ったもんね、すき焼き。そうだから素晴らしかったね。日本食はやっぱりちょっとなんか学校のは学校のが美味しいんだよね。そのアメリカンなフード、うん、ピザだったりとか、ピザめっちゃうまかったし、うまかった、うまかった。あとなんだなんだ何が、まあ、ハンバーガー、ハンバーガー、そうだね、ハンバーガーとかパスタみたいな、チキン、まあ、パスタとか、うん、学校ののも本当に全然美味しかったんですけど、ただやっぱ、まあ、恋しくはなるじゃないですか、自分たちの食文化は違うんで。ってところかな。お風呂、これは共有っていうのもきつかったよね。確かに大体多分向こうの寮だと共通だと思うんですけど、トイレとシャワールームが一緒みたいな感じ、うん、あれやだよね。ね、やだ。あとさ、ほら向こうの人すごい剃るじゃん。ああ、毛がね、毛をね、落ちてるね、ヘアの方だから、たまにすごいあのね、詰まってる、詰まってる排水口に。そう、なんかもうあの水浸し、たまりみたいな、あ、もうあれ見ると、基本的にあのお風呂用サンダルみたいなの持ってた方がいいかもしれない。あ、そうだね。俺はもう絶対あの地べたであそこ行けなかったから、サンダルの上でシャワー毎日で、絶対爆音でシャワー入るやつもいるからそう、まあ、大体みんな曲は流すんですけど、たまにもう曲流してるのにそれにかぶせてくるみたいなたまにいて、そうだね、それはちょっとやだ。で、まあ湯船はやっぱなかったんで、なん寮、移動した寮ではあったよね、一応あったけど、まあでも入らない、入らないよね。ちょっと汚い、汚くはなかったけど。で、俺の寮は湯船あったよ。あ、マジで？うん、俺はなかった。知らない。いや、一応横にね、あった。あ、そうなの？うん、俺は誰一人使ったところを見たことがなかったけど。まあ、使わないっすよ、うん、使わないったら。汚いもん。うん。だから、まあそこがちょっと嫌だったから、やっぱり湯船浸かることによって、リフレッシュできたりとか、っていうのはあるんで、まあそこがちょっと日本人にはきついかなっていうところ。うん。で、あとは、やっぱり、そうやって、留学行く人といない、行かない人がいるじゃないですか、大学の中でもちろん。ってなると、やっぱそこで、良くも悪くも友人関係は変わってくるかなっていうところ。毎回帰ってきて。そうそうそう。向こうでできた友達とそれからずっと一緒に行く場合もあるし、まあまた戻って普通にっていうのもあると思うんですけど、結構やっぱ変わってはくるかなっていうところ。なのかな。まあほら、俺らが行ってる間に、その残された人が他のコミュニティ作ってるんであれば。そう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 。結構、あの時の半年ってまだ、そうね、早かったのかなっていうところ。俺らの時なんて俺らと一緒にずっと一人ぼっちだったから、もう帰ってきたらもうすぐ来て、ついて一人で。そうです。だからそういうのはちょっとあるかなと思います。まあ別にそれは悪いところっていうか、まあ単純に変わったところ。まあそれがいい方に転ぶ人もいれば悪い方に転ぶ人もいると思うんですけど、まあそんな感じで。まあ一応大学留学については、それが、まあいいところ、悪いところ、っていった感じですかね。とりあえず。じゃあ次に、まあ自分の体験になっちゃうんですけど、語学留学。で、まあ、とりあえず名前は伏せときますけど、まあニューヨークの語学学校に留学して、まあ日本にも、あ、もう世界中に、ある語学学校なんで、結構有名なとこなんですけど、そこは、まあ、その語学学校で良かったところっていうのは、本当に世界各国から、英語を学びたいっていう人が来てるから、まあ、もちろんみんなもう目的は一緒なんで、英語を学ぶっていうので、だからなんて友達にもなりやすいし、本当にいろんな文化交流ができるっていった点はかなりメリットかなと思います。大学留学だと、まあアメリカだと結構異文化なところはあると思うんですけど、基本的にはアメリカ人プラス自分みたいな感じ。ただ、語学学校だと、もう本当に、むしろアメリカ人はいないんで、先生しかいないんで、いろんな国から集まってきた人たちが友達になって、で、やっぱり違う文化で育ってきてるんで、
同じ日本人だとしても結構価値観って変わるのに違うね文化だと、うん、やっぱそれは本当顕著に出るところ、もう些細なことでも本当宗教だったりとかも全然違うんで、そこはすごい良かったところかなと思います。学校終わってなソファーがあるところとかでみんな集まってそういうのについて、うん、日本についてどう思うとかこの国についてこう思うとか、なんかもうみんなやっぱ否定するっていう感じじゃなくて、ここはこういう感じなんだみたいな、あなたはこういう考えなのねみたいなのがまあ素直に入ってくるというか、うん、なのでそれはすごい良かったなって思いますね。大学留学と違うところで良かった点っていうのは一番それが大きかったかなって思いますね。で悪かったところ、まあ、強いて言えばですけどはアメリカ人の友達ができない。やっぱり先生だけだから、ああその他から英語を学びに来てるからアメリカ人は別にいないよみたいな。いないいないいない、もともとそうだからたまにすごい、まあ、自分もいたんですけど、そのアメリカ人の先生がちょうど、サンクスギビングの時で、うん、ホームパーティーに呼んでくれて、そのクラスの人たちを。で、そこで、その家族とか、うん、向こうのサンクスギブングって結構親戚とかが集まったりするから、そこに呼んでくれて、ホームパーティーに。で、そこでアメリカ人とこう交流はできたんですけど、それ以外、そうでもしてくれないと、あんまり絡みがない。そうだね。だってニューヨークとか行ってさ、うん、なんか街中歩いてる時、なんかわさーみたいな感じで。うん、全然ないよね。ないないない、あの黒人にかもられるぐらい。そうよ、もういや、うん、もう怖いもんね。またそのかもられた話はまたお用意しますけど、だからアメリカ人の友達が一切できなかったです、うん、約1年いたんですけど。先生と仲良くなるとかはあるけど、うん、やっぱ年上で、まあ向こうも生徒としか多分見てないんで、 そこで一緒に出かけるとかあんま、ご飯行くぐらいはあったんですけど、友達にはなれなかったんで、そこはちょっとデメリットかなとは思います。なんかアメリカ行ったらアメリカ人の友達できるみたい な、うん、なんまあそれは普通の考えかもしれないですけど、語学学校だとそれは難しいかなっていうところ。二つ目としては、まあ一人で、基本語学学校だと一人でここの学校行きたいって選んで用意していくと思うんですけど、うん、やっぱ友人関係はゼロスタートなんで。そうね、そう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 、もう日本人の知り合いすらいない、うん、だからまあ逆にそれはメリットにもなると思ってて、もう本当に自分次第なんで誰と最初に絡むかによって変わってはくるんですけど、まあ自分の場合はそんなそこそういう環境に飛び込むのが苦手なタイプではないんで、まあ別に辛くはなかったんですけど、そこでうまくなじめなかったりとか、もう日本人とずっと一緒にいるみたいな感じになっちゃうと、もう本当に成長はないのかなとは思います。いくら授業を受けても、うん、まあやっぱたかが知れてるんで、その授業終わりに誰と絡むか、どんだけ授業でインプットしたものをアウトプットできるかっていうのが重要だと思うんで、そうだね、海外の人にいきなりこう話しかけて仲良くなるのが苦手なのであれば、日本人ととりあえず仲良くしてて、その友達で広がっていく、それが一番楽な方法だとは思います。うん、そんな感じかな。感じかね。うん、語学学校だったんだからね。そうだね。ゆいちゃんの場合は大学留学で、自分の場合は大学留学プラス語学学校だったんで、まあそうだね。そんな感じ。あとあれだよね。日本人は本当多分もう本当に多分アメリカ人から見てシャイなんだと。そうだね、もうずっとドンビシャイ、もうひたすらドンビシャイ言われるから、そう、もう何してもドンビシャイって、うん、そうそうそう、オッケーオッケーみたいな。だからもう本当に恥ずかしくないんだよ、うん、もう英語話さなくてもその文法とかめちゃくちゃでも、そうそうそう、でも別にそれも恥ずかしいことじゃない。そうそうそう、ただ、うん、やっぱ日本だと試験のための勉強が多いんで、そうそうそう、間違ってたらダメじゃないですか。そうそうそう、ただコミュニケーションなんで別に間違ってようが伝わるし、うん、汲み取ってくれるし、そこなんてで向こうも別に間違ってるからってそれを否定してくれるとか全くないし、全くないし、もう本当にオープンになった方が、うん、まあでも向こう行ってそれも変わったとこだよね、やっぱり、ね、ちょっともうちょっとこうなんて言うんだろう、いい意味で気にしなくなったというか、うん、
どんどん積極的にやってっていいんだっていうのは、その点では成長できたかなとは思いますね。もう全然日本に泊まっちゃったけど、あ戻ってきてもやっぱ日本人、まあでもやっぱ戻ってくると日本人もういきなり日本人にまた戻っちゃうからなんかそれをアメリカあいつ留学したから変わったってバカにしてくる人もいるとは思うんですけど、もう別にそれは関係ないと思います。じゃあお前も行ってこいって、うん、多分その人も行けば変わります。そう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 、絶対それは本当にやっぱ育ってきた環境の問題なんで、どっちがいい悪いはって日本がいいとかアメリカがいいとかっていうのはなくて、アメリカは好きなんですけど、ただ別にどっちがいいとか悪いとかはないと思ってた。まあいいところも悪いところもあるんで、そうだね、まあ、あとは結局はもう自分次第、その英語力を目的で行くんであれば本当に自分次第ですね、うん、向こう行って授業受けててもね、そんな成長できないよね。そう、まあ本当予習復習、予習復習は絶対大事だと思うし、うん、そうだ ね。であと日本人が苦手なのってやっぱ積極的に発言する、うん、学校だと、まあ、先生の話をしっかり聞くっていう授業スタイルだったと思うんですけど、向こうだともう何かわからないことあればもうどんどん手を挙げていくみたいな、間違ってもいいから発言するっていうところかな。そこを気をつけて、だから英語を成長させたいんだったら授業でどんどん積極的に先生に話しかけに行くとか、授業中手を挙げるとかで、授業終わりはまあ予習復習ちゃんとやって、あと極力そう友達といて、そう向こうの英語を使う友達とコミュニケーションを取ることでだいぶ変わると思います、うん、自分の場合この語学留学の時に本当にそれは感じて、最初の留学の時はそんな英語を使う機会が少なかったんですけど、ただ語学学校の時はもう本当に最初は日本人ともいたんですけど、もう徐々にまあ、シフトしていったというか、まあ、意識的にはではなくて、もうほんとたまたま関係が築けただけなんですけどって感じで、やっぱ英語を使うことでどんどん、例えばなんか映画とかドラマとかで覚えた文法をもうそのままアウトプットするみたいなので自分のものにできていくと思うんで、まあ、そのコミュニケーションがやっぱ一番大事かなとは思う。でそれだとやっぱ日本だとやりにくい、勉強だったら正直日本でもできる、うん、ただそういうことはまあできますけど、今の時代英会話スクールみたいなオンラインでとかあるけど、まあその方が向こう行けば楽にはできるんで、はい、とりあえずそんな感じで英語力を伸ばしたいなら自分次第ですって感じで、ただ留学に行けば絶対人生経験としては間違いないし、うん、成長はできるんで、まあ、留学行った2人からはおすすめできます。なのでよかったら結構人は、はい、親に行かしてもらえるのであれば頼んでね、絶対お願いして行った方がいいです。僕たちは親に感謝してます、直接は言えてないですけどありがとうございます、ありがとうございますって感じで今日は終わりたいと思います。はい、じゃあ JB でした。長くなっちゃった大丈夫、チャンネル登録言ってない、あ、言ってね。